C の委員会の一つ開発途上国への開発援助を奨励するとともに援助の量を増やし質を良くすることを目的とする国際フォーラム OECD 加盟国36カ国のうち29カ国と欧州連合により構成される定期的に会合を行い会合での合意をもとに各部会で作業を行うシャルロッテペトリゴルニツカは ODA による援助を受ける国、地域を示したリストで、一人当たりの国民総所得を、基準に、高中所得国、低中所得国、低所得国、高発開発途上国の4つのグループに分かれる。リストは3年ごとに更新され、3年連続で一人当たり GNI が、上限の基準を超え、高所得国に分類された場合、リストから除外される。ありがとうございます。